さてさて、続きましてのコーナーはみんなで歌おう名曲大合唱のコーナーでございます。今回はバラが咲いた、みんな大好きですよね。はい。さあ、今日も土曜コーラス指導員をご紹介しましょう。イケメン指導員山崎亮の登場です。それではバラが咲いた歌ってみましょう。寂しかった僕の庭にバラが咲いた。ここまで一息でいきましょう。わかる？バー、寂しかった僕の庭に、ここでブレスが大変だよね。僕の庭にバラが咲いた。ここまで一息。寂しかったから歌いますよ。たっぷり息吸って。そんなところまで吸ったらダメだよ。たっぷりやけど普通の顔でよろしい。すっごい顔してたよ。カメラさん今撮った？絶対今のカメラは見た言うて、なんか普通でいいねよ。普通でたっぷり。それ寂しかった僕の庭にバラが咲いた。はい、ここまで来て、はい、たった一つ。出ないわ。かえって暗くなったわ。明るくなった歌い回し、終わりの方を明るくしてほしいんですよ。皆さん今の息が持たなかったのかな。明るくあのねみんなの心の中には本当にバラを咲かせてほしいんですよ。ここにつぼみがあって、明るくなったでお花が開いてほしい。わかる？皆さん本当に義理と人情で伸ばしたらダメ。お花、はい、皆さんつぼみ作って、そう、明るくなったで歌い回し、お花がこう開いてほしいの。一番最後もそうよ。寂しかった僕の庭にバラが咲いた。本当に咲かしてね。わかる？明るくなったのとこ行ってみましょう。明るくなった、ご一緒に。明るくなった。もう一度もう一度。ちょっと待って待って。皆さん、つぼみよ。あっちの人、きれいに手揃えてはるけど。何やってるか分かってる？あっちの人、話聞いてたんかな？僕の方に向かってこう。で、みんなが開く頃になったらこうやって手揉んでるの。成仏してしまうわ。さあ、おさらい成果発表団の皆さんの登場です。今からみんなでおさらい大合唱ですが、その前に